こんにちは、鈴川彩子です。ひたちです。本日はこちら、シンガポールで買ってきたトミカやプラレールで遊んでみたいと思います。アジア限定、しかもこの日本以外のね、アジアの国限定の実はトミカなんかがね、意外とね、たくさん出てるんです。どこで、これはね、まずね、高島屋がね、シンガポールにあるんですね。その高島屋の25周年記念トミカになってます。この購入者には特別な布のバッグももらいました。逆にすごい見て、シールだ。ってことは今このロンドンバスは何も塗装がない状態。それでシール。そうなんだ、すごいね。この逆に無塗装ってレアじゃない？こんな感じになりました、いいじゃん。ちょっとさっき間違えちゃったでしょ。シールの向きね、ちょっと難しい。ここにこっち側が高島屋、裏側、じゃじゃん、見して、ほらトミカって書いてある。で、この屋根に大きな高島屋のロゴが入ってます。こちら、じゃじゃん、トヨタウィッシュ台湾タクシーということで、まあ台湾じゃないけど売ってました。 TW001 とね、番号入ってます。台湾ですね。後ろ漢字で台湾って書いてある。へー、すごい。ここ白鳥じゃない？え、開く、あ、本当だ、開きました。後ろが開きます。こちらですよ、こちら。この3つのトミカタウンビルドシティは、これがトミアジアリミテッドっていうね、このね、後ろにもね書いてあるんですね。ほら、ここ特にね、これなんてトイザラスのお店っていうね。こっちが食べ物屋さん、アイスクリーム屋さん、ハンバーガー屋さんになるのかな。コンビニとおもちゃ屋さん、トイショップ、スーパー、フレッシュマートですね。さあ、組み立てが完成しました。それぞれですね、アイスクリームショップとコンビニエンスストアに至っては3つずつ、3種類ずつシールがついてたんですが、まあ、作れるのがね1個ずつということで、今回はね、こうパッケージになってたもので作ってみました。他はね、このトイショップ、おもちゃ屋さんと、ハンバーガーは日本のやつにもありますね。それとこっちコーヒーショップ、フレッシュマート、これスーパーも日本にあります。コーヒーショップなんかはね、限定のやつじゃないですか。トイザラスに至ってはもう全面的にもトミカショップのような、見てこれ、ねえ、感じになっちゃってる。これフルーツショップもかわいい。これいてれるように、あ、そうだね、上がねくっついてるわ。見て、ロンドンバス、あ、ほんで高島屋がコンビニ、わーわー。見て、次どこ行くんだろう。次はアイスクリーム屋さん、うん、いいな、アイスクリーム屋さん。ピーピーパッパ、暑いからね、シンガポール暑かったもんね。うん、アイス食べたい。じゃあ何味にしようかな。じゃあ、いちごとオレンジください。高島屋のロンドンバスでトイザラスに行きます。あ、駐車場いっぱいだ、やっぴー。あ、じゃあトイザラスでトミカとプラレール見ようかな。トミカしか売ってないんですか、ここ。トミカがいっぱい、トイザラスのこのキリンちゃんもいるね。うん、ねえ、なんでトミカがいっぱいなの。なんでトミカがいっぱいなので、次は、うん、見て、あ、いいじゃん。あ、1個スロープつけたのね、増やして。見て、次も、あら、本当だ、上登れる。いい感じ、どうですか、景色はどうですか。はい、わー、怖いよ。ドーン、見て、いっぱいコミス。みんな上行くの。みんな上行くんだ。あれ、このロンドンバスどうやって出るんですか。後ろいっぱい来ちゃったら、混み合ってたあるけど、もう上行けません。見て、先に後ろの子だいて、あ、ほんとだ、ほんとだ、後ろからワンワン、キャーン。あー、ヌードルと、見て、中で入る、中に入る、中に入ります。チキンライス売ってるかな。あ、売っています。やったー、タフネス、キャーン。ドーン、黄色がいいの時は、ドーン。見て、プップー、時もや
やりたい。じゃあわー、誰か助けて。まだアイスクリームないですか。やった。じゃあこれで果物のフルーツのアイスが作れるから、うん、じゃあ何味、何味作ろうかな。どこ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 、どうやって止まるの。あそこから止まろう。あ、上から入らなかったの。お店の横に階段ないんだ。最後はどっちみちジャンプすることになるけど。あ、よかった、フルーツ屋さんが来てくれた、助かった。でもどうやって行くのこれ。トイザラス。でも上で登ろう。上に登る。あ、どうしよう。あ、やった。足だ。ダー見て、球体入れ込んじゃう。このエレクトロ踏切とこのトーマスとかまたちょっと別でね撮りたいと思います。で、明日、明日撮る、うん、いいよ。日本のねトミカなんですけど限定のものはたくさんありました。はい、ということで以上シンガポールのおもちゃ屋さんで買ってきたトミカでした。ありがとうございます。ねえ、ここマーライオンのところが渋滞したらどうして